今回あの、はい、ベイトの方も持ってきていただいてるんですけども、はいはい、なんと、はい、小森さんの手にメタニウムが、あ、僕でもねベイトはいろいろ使ってますよ、はい、そこ車後ろ開けたら今あれが入ってますけど、あのコンクルージョンジリオンとか入ってますけど、はい、基本的に銀のリールはかっこいいですね。いや、ジリオンのイメージがあったんですけど、メタニウム小森さんってすごい、メタニウム銀じゃないですか、はいはい、まあ、銀のイメージが、銀のリールってかっこいいなって本当に思うんですよね。銀好きだな、黒より銀だな。まあ、これ、ね、いろんなこのリールを使っているベイトリール、今年使いました。古いものから新しいものまで、でいろんなメーカーのもの、使わせていただきました。その中で僕はやっぱりこのリールに関しては、まあ、正直ね何でも使えちゃうんですよ。最近のリール特にいいし、まあそのね、ダイワさんと島野さん使ってみると、ダイワさん島野さんのクラッチと中との位置が微妙に違ってて、その辺がやっぱ使い勝手になったりする時もあるんですけども、基本的にもうどのリールも素晴らしくて、まあどのリールも買ってちょっと使ったら売っちゃおうと思ったぐらいなんですけど、でもやっぱ手放したくなくなるぐらい、このメタニウムとジリオンに関しては本当よくできてるなと。もちろんそれぞれそのマイナス面も探せばあるんですけども、プラス面が大きく勝っているリールだなと思ってます。まあ、その中で自分が使ってて、まあ、唯一そのいろんなものを使った時に発生するフィーリングの違い、これだけは直したいなと思って、まあ、このハンドルの長さと巻き心地、まあ、これだけはもう統一しました。 GPI のゼロスマシンカットハンドルっていうのがあって、これがねものすごく良くて、正直純正のリールだとね、ここがねちょっとやっぱりね蹴っ飛ばしたりして曲がっちゃうんですよ。まあ、蹴っ飛ばさなきゃいいんですけど、デッキの上にいっぱい竿を並べてて、試合中にやっぱりいろんなことが起こるじゃないですか。ふとしたアクシデントで足元のおぼつかない僕はたまにポンと蹴っ飛ばしちゃうんですよね。そうなるとやっぱハンドルが曲がって、あれ巻き心地が悪くなったっていうのがあったり、あるいはノブが一個一個違ってて、ちょっとマックススピードが調節できなくなったり、あるいはね、こうなんていうのかな、この剛性感がちょっとやっぱり若干全部違ったりするんですよ。でそういったのをできるだけ一つに均一にしたいなって思うには、やっぱハンドルに求めるものっていうのは長さと径とハンドル形状の大きさだけじゃなしに、やっぱ剛性感と強度、ちょっとしたことで曲がらない強度であったり、しっかりとリールにくっついている剛性感であったり、あるいはこうなんていうのかな、軽さによってリールの重心を中心に戻すことができたりとか、そういったことが求められてくるんですよね。まあ、このゼロスマシンカットハンドルっていうのはその辺を求めて作ったハンドルなので、まあ正直僕もね最初はね、使わなくてもいいや、ハンドル変えるのめんどくさいって思ってたんですよ。でなぜなら僕の前使ったリールには全て GPI のカーボンハンドルが入ってたんで、でもカーボンより絶対いいから使ってみて、でいい理由はもう簡単なのが、カーボンっていうのはまあ、繊維の集合体じゃないですか。だからその強度っていうのはどうしても横方向に出るんで、縦方向に圧縮したものに対してはどうしても剛性感っていうのが出にくくて、若干やっぱりこいつに比べてですよ、若干やっぱりその強度が劣ったりとか剛性感が弱かったりする部分があるんですよ。それともう一個はこのセンターのここの径、これがねこのゼロスハンドルは、まあ、普通みんなこう12ミリぐらいの径で止まってるじゃないですか。これがね14ミリだからちょっと大きめのナットというか止めるので止まってるんですよね。まあ、これによってよりしっかりとリールにくっつく、ガタが出にくくなる、より高い剛性感が得る。それからこの格子状についているこの、まあ、この強度を保つための形状ですね、これもね格子状についているけど交互になってるんですよ、ここのはしごが、はい、これによって、まあ、こっち方面にもこっち方面にも、まあとっても強度を発揮してる、まあそういうハンドルで、で巻き心地がすごく安定している。まあこれで整えちゃうのが一番どんなリールも使うにバランスが今いいなと思ってこれにしました。そんな中でせっかくまあサオンコンクルージョンでだんだんラインナップが増えていくんで、僕らしさを出したいなと思ってこの紫色の飾りパーツがついたこれコンクルージョンの限定モデルっていうのを作りました。結構ねデザインが入ってるとなんとなくかっこいいでしょ、こういうのも全部まあそういった感じで作りました。コンクルージョン、この限定モデルって、はい、コンクルージョンモデルってコンクルージョンのホームページとか買える？それこれオンラインストアからしか買えないです。あ、一般のお店とかに並んでるわけですね。お店さんとはね今回ちょっと取りがないので僕から直接買ってもらうことになります。まあ、そのちょっとしたイベントとかで持ってくるときはあるかもしれないですけど、うん、
まあ、僕に直接言っていただけるか、それか、ウェブサイトの方で値段も含めて詳しくはウェブサイトの方をご覧ください。V4 とは書いてないんですけど、まあ、今年作った、この2022年しか発売しない予定で、まあ、作ったので、とにかくこれはね、僕の記念する V4 の、記念のアイテムになりましたので、はい、ぜひ、使ってもらいたいなと思います。まあ、かっこいいですよね。かっこいいです。まあ、黒いハンドルもありますので、はい、黒いリールが好きな方は黒いので、それもコンクルージョン、はい、モデルで黒い、はい、へえ、黒の方がね、この彫刻がバレ、あの、かっこよくて映えるっていう方もいるし、はい、僕はこの銀が圧倒的にかっこよくてシルバーで作ってもらったんですけど、まあ、僕はシルバーが好きなのかな。いや、今のメタニウムとかジリオにはこの色ですね。でグラビアスとか、そうですね、GPI のリールとかには黒っぽいのが合うのかなとか、勝手な印象ですけど、はい、そんな感じで、このリール、全メーカーのほとんどのリールには合いますので、右巻きと左巻きぐらいの調整をしてもらえればと思いますので、はい、じゃあ、詳しくはオンラインストアへの、はい、あの概要欄にリンク先貼っておきますんで、はい、ご覧ください。お願いいたします。はい、はい、コンクルージョン、ありがとうございます。はい、まあ、これが一番今年の出会いかな。このまあタックルがね、まあ今年はですね、こういうまあコンクルージョンの新しいアイテムも出てるし、こうやってハンドルの統一もできたし、まあこういったアイテムが増えていったのもまあちょっと大きな飛躍の一つの原因になったかなとは思ってます。来年もね、これコンクルージョンのシリーズは、そうそうそう、今度 60ULS 自慢だけしましたけど、いよいよ来年の2月頃に発売予定です。1月ぐらいからお店で注文も取れるようになると思いますんで、ぜひ、手に取って、手に入れて、釣ってみてください。どんなライトレールやるんでも最高です。まあ、今年 V4 を取れた年ですからね、本当、はい、日本で一番釣りやすいスピニングロッドと言っても、僕はこれは最高の出来だと思ってます。はい、あのボジョレ・ヌーボーみたいに毎年これが最高ですよっていうわけではなくて、作っていた中でやっぱり今回はちょっと偏ったのを正直に今まで言ってきたと思うんですよ。その中で今年のこの、60ULS、今回のこの 60ULS は、かなりの出来栄えだと思ってますので、ありとあらゆるライトリングに適用してますので、ぜひ試してみてください。コンクルージョン、そんな感じかな。ありがとうございます。はい、寒いんで帰りましょう。ありがとうございます。